コプト語。コプト語、コプト語、もしくはコプトエジプト語は4世紀以降のエジプト語を指す用語である。この時期のエジプト語は当時のエジプトを統治していた東ローマ帝国の公用語であるギリア語の影響を語彙、文法、表記などの面で強く受けており、この時代以降のエジプト語の言語体系にも基本的にそれが引き継がれているため、 この時期を境にそれ以前のエジプト語と区別している。一般に、コプト語と呼ばれているが、コプト語という独立した言語が存在しているわけではなく、あくまでもエジプト語の一段階である。最古級の聖書翻訳のいくつかを含む、コプト語訳聖書、クノーシス思想の重要文献であるナグハマディ社本、ケファラヤを含むマニ教文献など、古代末期の宗教を知る上で重要な文献が、 この言語で書かれている。コプト語はエジプト民族の本来の母語であるが、現在では、公語としてはほぼ死滅状態にある言語である。これは7世紀のイスラームのエジプト征服に由来している。当時のエジプト人は東ローマ帝国の統治下にあり、公用語のギリシア語とその影響を強く受けた日常言語としての初期コプト語を使用するバイリンガリズム状態にあった。 しかしイスラームの侵略と征服により、アラビア語が行政言語としてギリシア語にとって変わり、エジプト人は新たなバイリンガリズムにさらされることとなった。およそ3世紀から4世紀の間は、コプト語を日常言語とし、アラビア語を公的な言語とする、この種のバイリンガリズム、字には、かつての公用語であるギリシア語をも加えたトライリンガリズムが継続だが、 次第にアラビア語が優勢となり母語痴漢を起こすようになった。ゲエジプトでは遅くとも11世紀までにはアラビア語が支配的となり、上エジプトでも14世紀までにはアラビア語が支配的な常言語として使われるようになった。アラビア語エジプト方言はこの過程で多少の借用語をコプト語、キリシア語から受け入れたが、それ以外にほとんどこれらの基礎言語から影響を受ける。 ことなかったコプト語は、上、エジプトでは17世紀まで、少数のキリスト教徒の共同体の間で、日常言語として、また、天礼の言語として保持された。ジャンイコール、フランソワ・シャンポリオンや、アタナシウス・キルヒャーは、コプト語からヒエログリフ解読を試み、エジプト学を始めた。しかし、イスラム政権の圧力により、次第に、コプト語は、 キリスト教徒の間でも廃れていき、教会のわずかな儀礼などで使用されるだけとなった。現在では、コプト語の復活運動が起こっているが、日常言語として、コプト語を使用している過程は数えるばかりであり、初期言語としての未来も、不確かである。日本では、大阪外国語大学の福原信義などが、交互コプト語の研究と記録を通し、この言語の復興に取り組んでいる。 母語としての交語コプト語と教会の言語としての文語コプト語には多少の差異がある。なお、現在のエジプトでは脱イスラーム化が推進されているが、6000年にも及ぶ自国の歴史を象徴し、イスラーム以前から連綿として続く民族固有の言語であるエジプト語の保存と復興について何ら対策を講じていない。未だにエジプトでは、 危機言語の保存は愚か言語学自体盛んではないため、コプト語の保全と復興の障害となっている。コプト語でこの言語は、サイエード方言で、ボハイラ方言で、と呼ばれる。古刀のは、動詞、話すから派生した、抽象名詞を形成する、説刀詞であり、言語等に関係するものだけにいらない、直訳すれば、エジプトの人々の言葉という意味である。他にも、 ギリシア語由来の単語で、エジプトの言葉という名称もある。また、サイード方言には、エジプトの言語という呼び方もあるが、言語も、エジプトも共にギリシア語由来の単語である。コプトという語は、このが変化したものである。コプト正教会の礼拝では、この言語を正式には、エジプト人の言語と呼んでおり、は、言語を表すエジプト起源の単語である。危機にする言語であり、 エジプトにおいても公的地位は確認されていない。しかし、コプト正教会やにおいては、生息アラビア語と並んで、今日でも、天礼言語として使用されている。アラビア語エジプト方言は、借用語のほか、コプト語の形態論的、統語論的、音韻論的特徴を多少受け継いだ。コプト語の使用地域はエジプトに限られており、歴史上、エジプト国外に与えた影響は、 紀元8世紀頃に、ヌビアで、コヌビア語が、コプト文字で表記されるようになったことのみで、現代ヌビア語にもコプト語からの多数の借用語がある。アラビア語エジプト方言以外にも、生息アラビア語や聖書ヘブライ語に、コプト語からの少数の借用語がある。コプト語の単語の中には、ギリシア語に借用されたものもあり、またその中からさらに他のヨーロッパの言語に借用されたものがある。 例、端けを表す英語は、コプト語の小さな船が語源。しかし、ギリシア語や他のヨーロッパの言語に借用されたエジプト語の大半は、古代エジプト語の時代、特にデモティックの時代、直接借用されたものである。例えば、ギリシア語のオアシスは、エジプト語のもしくはデモティックのが語源となっている。また、ギリシア語に借用されたエジプト起源の語が、 コプト語に三尺用された例もある。例えばコプト語の造毛という語はギリシア語のを語源としているが、もともとはエジプト語のハブニーがギリシア語に尺用されたものである。コプト語の表記にはコプト文字が使用される。これはギリシア文字にデモティック文字から派生したエジプト独自の文字を加えたもので、文字の数や書体は方言により差異がある。 ギリシア文字起源のコプト文字の中には、ギリシア語起源の単語の表記にしか通常は用いられないものもある。サイード方言では、文字の上に水平な横棒が表記される場合がある。これはまたはの音化を表しているものと考えられている。また、音節の始まりとなるやの文字の上に、ウムラウトのような服が表記される場合がある。ボハイラ方言には、ジンキムと呼ばれる。 文字上にアクセント符号のような短い線が表記される場合がある。これはサイード方言における水平の横棒と同じものか正門閉鎖音を表すと考えられている。また本来のコプト語の表記法には分かち書きがなく単語と単語の切れ目が判断しづらいため学習用のテキストなどでは便宜的に分かち書きが適用されている。コプト語の語彙は デモティック期のエジプト語から継承されたものが中心となっており、その他約三分の一がギリシア語からの借用語である。借用に際しては、元のギリシア語の音韻や意味がエジプトで変化したものも多い。コプト語の文献には、ほぼすべての語彙がギリシア語からの借用語で占められているものもあるが、これはコプト語の宗教文書の大半がギリシア語文献を翻訳したものだからであろう。 エジプト語に適当な訳語がなかったり、エジプトにはない新しい概念を表す語の場合は、ギリシア語の単語がそのまま借用された。またそのような語は、たとえ適当なエジプト語に翻訳可能であっても、キリスト教以前の異教文化を連想させるとして、ギリシア語の単語がそのまま使用された。初期のコプト語の文献には、そのような語が多く見られる。古い伝統的な信仰のキリスト教への変化は、 コプト語の宗教用語にギリシア語からの借用語が多く入り込む要因となった。しかし、手紙や契約文書などの非宗教的なコプト語の文献に見られるように人々の日常的な会話の中ではエジプト土着の性質がより多く保有されていたと考えられている。コプト語はエジプト語の歴史上で唯一母音や強制アクセントのパターンが完全に表記されている。 コプト語のこの表記体系のおかげで他の時期のエジプト語に比べ新エジプト語の音韻は否的性格に知ることができる。また、かつてのコプト語の音韻はイスラーム信仰初期に書かれたアラビア語のパピルス文書からも知ることができる。これらの文書はコプト語がまだ日常的に使用されていた時代にアラビア文字でコプト語の発音を表記したもの、またはその逆だからである。 コプト語で区別されている母音の数、種類は時代や方言により少しずつ異なる。下はサイード方言、紀元400年頃の母音の例である。上エジプトの方言では、共鳴音の子音の前のは文字で表記されず、文字の上に記される水平の欲望で表される。下エジプトの方言では、ボハイラ方言、またはファイウム方言で表される。 例えば、礼拝するは、ウエージプト、サイード・アクミー・ムリコポリス方言に対し、ボハイラ方言、ファイウム方言、なお、は、場合によりまたは、とも発音される。五末の強制のない派として発音されるが、サイード方言、北部の方言ではとなる、コプト文字。長母音のは、コプト語の時代になって新たに加わった音素である。また、は、より口を広げてた。 発音ので発音されることもある。また二重母音もいくつかある。主な二重母音、など、とは、明確には、区別されていない。初期のエジプト語にはあった、この二つの死音の区別は、紀元七世紀に、イスラームがエジプトを征服した頃にはすでに、失われていた。これらは新エジプト語、デモティック、コプト語において、交代可能な音素となっている。 例えばコプト語の、鉄はとも、とも、とも綴られる。さらにこれらはともに矢にとって変わられ、に変化したものもある。また、は、多くの文献でを表すのにも使用されている。また、他の言語により書かれた資料の証拠から、元の区別が明瞭でなく、は、後に消滅したことがわかる。例えば、古典ギリシア語でのアヌビス神の表記では、との表記が混在していることから、 古代ギリシアの著述家たちがエジプト語を表記す、際、当時のエジプト人が発音するのを聞いて、聞こえた通りに文字にしたということがわかるのである。また、コプト語の研究者の中には、の発音は、有声両唇摩擦音であったと主張する者も,もい。今日、コプト教会における礼拝では、ハと発音されているが、これは19世紀に、コプト語の発音方式に変革が起こったからである。 初期のエジプト語では、区別されていたとは、次第に曖昧になり、消滅したが、コプト語ではギリシア語からの釈用語の中で、再びが現れた。例、コプト語、または、学校。その他、区別が明確でなくなったシ音の組み合わせには、と、とがあり、いずれも、無声音の前者方が普通の発音である。また、特に、ファイユー無方言においてはとの区別も明確ではない。 これ初期のエジプト語の特徴である。他のアフロアジア語族に属する言語同様、もともとエジプト語の構造は屈折語であり、ベソ型の総合的言語的なものであった。大きな変革が起こったのは新エジプト語の時代で、語順はスボ型に変化し、名詞の性、数が、それまでのように形態素ではなく、説頭時により表示されるようになるなど、 孤立語的な構造を示すようになった。コプト語気になり、言語の構造が、さらに護語的な特徴も有するようになった。古代エジプト語では普通だった、設備時による動詞の変化は、コプト語では、わずかな痕跡は認められるものの、すべての方言を通じて、ほぼ消滅している。例えば、古典的なエジプト語の stpf、彼は選ぶと、同じ意味のコプト語の句を比較すると、 前者の F と後者のは、共に三人称単数男性を表す設備字であるが、前者では、動詞、STP、選ぶに直接設備しているのに対し、後者では助動詞に設備し、その後に、動詞の不定詞型が続く構造となっている。すべての名詞は男性か女性の文法上の性と、単数と複数の数に分類される。古代エジプト語では、女性名詞は、により、 男性名詞と区別されていた。コプト語では名詞の性を示す、そのようなマーカーが消滅し、代わって名詞の前に置かれる監視により、名詞の性が表されるようになった。不定監視には単数型につくものと複数型につくものがあり、定監視には男性名詞の単数形、女性名詞の単数形、複数型にそれぞれつくものがある。 多くのコプト語の名詞は単数型と複数型で語形変化し例外もあるが男性名詞の複数型はで終わり女性名の複数型はで終わるものが多い古代エジプト語に比べコプト語では総数型はごく限られた名詞にのみ現れる例に数同じアフロアジア語族のアラビア語などと同様にエジプト語の形容詞は名詞の ニスバ系により形成されるものがほとんどである。ニスバ型とは、名詞の終わりに、J が設備された形である。例、コプト語、顔、顔の。また、名詞の就職は、形容詞の他に関係説や、前置詞によってもなされる。例えば、ボハイラ方言で、エジプト人を表すは、名詞の人が、後に就職部が続くために、語形変化した形が、所属を表す、前置詞。 英語のに、相当とそれに続く、エジプトにより就職され、全体でエジプトの人を表すという構造になっている。コプト語の認証代名詞には、設備型と独立型の2種類がある。設備系の認証代名詞の主な用法には、1、一部の形態の動詞に設備してその主語を表す。2、体の部位などの限られた名詞に設備して、U を表す。3、 全知史に設備してその対象を表すの三つがある。独立型の認証代名詞は、1、1認証及び2認証は、名詞文における主語として、2、名詞文、または、動詞文中の強調された主語、として用いられる。コプト語期以前のエジプト語の方言については、古代エジプト社会の政治的、文化的な中央集中的な性格から、残された記録により、 実情を知ることができない。しかし、古エジプト語、中エジプト語、古典エジプト語は、古王国の首都メンフィス周辺で話されていた詩も、エジプト地域の話し言葉が反映されたものである。また、新エジプト語期には、テーベが新王国の文化的、宗教的中心地となったため、上、エジプト、特にテーベ周辺の地域の話し言葉の影響が強まった。コプト語期になると、 いくつかの方言の存在が明確に確認されている。大きくは北部の地中海沿岸地域の方言、ヌビアに至るまでの南部の方言、そして西部のオアシス地方の方言に分けられる。各方言間には、音韻、聖書法などの伝統に差異があるものの、文法的な差異はほとんどない。ここでは代表的な方言をいくつか挙げる。サイード方言、かつては、 テウェ方言と呼ばれていたは、コプト語の文献に用いられている方言で最も有名なもので、イスラーム期以前には最も勢力のある方言であった。もともとは、ヘルモポリス、コプト語周辺の話し言葉であった。紀元300年頃に、聖書の翻訳などがこの方言で書かれ、6世紀までには、語の綴りが標準化されて全エジプト中で使用されるに至った。 コプト語を母語とする著述家のほとんどすべてが、この方言で記述した。9世紀初めになると、ボハイラ方言の勢力が強まり、14世紀には、サイード方言の勢力をしのぐようになった。他の方言の主な文献は、ギリシアの文学、宗教文書の翻訳が大半を占めるのに対し、サイード方言は唯一、エジプト独自の文学や、 文学以外の文献が残されている方言である。これは、サイード方言の特徴が、他の方言の特徴と共通する部分が多く、この方言に独特な部分が少ないこと、また、広範囲にわたる文献を有すること、そしてコプト人以外の研究者が、コプト語を学する際に学ばれる方言であることに、起因する。ボハイラ方言、または、メンフィス方言、 ナイルデルタ地域の西部が発祥の地と考えられ、彙や音韻に他の方言には見られないエジプト語の古い特徴を保持している。最古のボハラ方言の写本は、紀元4世紀のものであるが、多くの文献が残っているのは9世紀以降のものである。これは、エジプト北部の高湿度の気候が文献の保存状態に悪い影響を与えた結果か、漏れない。ボハイラ方言は11世紀に、 サイード方言に代わって、コプト正教会の天礼言語となり、今日に至っている。19世紀に、コプト語の発音方式が改革された結果、現在、天礼で使用される発音には2つの方式がある。詳細はお参照。また、今日行われている、コプト語の復興運動は、この方言の復興が中心となっている。アクミーム方言は、上エジプトの都市アクミーム。 周辺の方言で、紀元4世紀から5世紀にかけて、最も栄え、その後、消滅した。アクミーム方言は、コプト語の方言の中で最も古い音韻体系を保持しより、例えば、音素を持つ、これは、他の大部分の方言ではに変化している。また、初期体系も、初期のコプト文字の表音体系に、極めて近い、古い体系を保持している。他に、 リュコポリス方言、ライカパリトン、別名サベクミミック、またはアスティックと呼ばれる方言があり。これはアクミーム方言に非常に近く、両者の違いはもっぱら書体の違いのみのようである。残された文献の多くは、リュコポリス、ライカポリス、ゲン、アスユートで見つかっている。リュコポリス方言を用いて書かれた文献は、 ナグハはまシ写本など、クノーシス主義やマニキョに関する文書の翻訳に限られている。ファイユーム方言、かつては、ともは、主に、ナイル渓谷西部の都市ファイユーム、周辺の方言で、紀元3世紀から10世紀までの間に使用されていたことが確認されている。この方言は、他の方言における、おそらく弾き音の、を表すの代わりに、音、 死刑側面接近音を表すが表記される点がよく知られている。エジプト語の初期の段階では表記上、流音との区別はされておらず、区別が生じたのは新エジプト語が行政上の言語になった新王国時代からである。新エジプト語の聖書法ではの音歌を表すのに、とを組み合わせた初期素が考案された。デモティック期のエジプト語では、 を表す文字に読み分け符号を加えて表された。オクシュリュンコス方言、または、ともは、エジプト中部の都市、オクシュリュンコス、及びその周辺の方言で、ファイユーム方言との類似が見られる方言である。紀元4世紀から5世紀の間に書かれた写本が、残っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。